はい、今回はね、先行のハサウェイのお話をしていこうと思います。第3話、皆さんいかがだったでしょうか。前回の動画では劇場版からテレビエディションにかけてカットされた部分をまとめていきました。ぜひね、見ていない方は過去の動画見ていただきたいんですけれども、今回は個人的にこの閃光のハサウェイだからこそわかるこの映像美や演出から市街地でのモビルスーツ戦戦闘がどれだけ恐ろしいのかよくわかる描写だったりとか、ハサウェイのね、狂気的なシーンっていうのがすぐわかったりとか、いろんなね、要素が詰まっているのがこのね、戦闘シーンだと思います。まあ、連邦がね、腐っていることに対してよくわかる部分と合わせてみると、さらにこうね、さらにこの物語を知る上での基盤がね、よくわかるシーンだと思います。今回の動画ではそんな市街地戦をね、振り返っていこうと思います。ぜひ皆さんのね、この市街地戦、もしくは閃光のハサウェイ全体に通してね、この描写はこういう意味だよとか、こういう見方もできるよっていうのがあればね、コメントで教えてください。いつもたくさんのコメント、動画制作及び参考にさせていただいております。ありがとうございます。ではね、本編のね、市街地戦を振り返っていこうと思います。第3話のね、冒頭からも始まっていますよね。まず、ガウマンがメッサーに乗った状態での戦闘となりますが、街を盾にして、こう、撃っては来れないだろうとね、いう感じでこう、雰囲気で言っていましたが、構わず連邦のグスタフ・カールは撃ってきましたよね。これに関しては、マフティに対する徹底的な粛清という部分もあるんですけれども、テロリスト分子であるマフティがやったことにすればということで、どうにでもなるっていうのが考えも垣間見えるシーンですよね。要するに地球連邦というのはどれほど強い権力を持っているかっていうところがね、よくわかるものだと思います。まあ、国家権力っていうところとまあ重なる部分はあるかもしれませんよね。結果的に市街地への被害も出ているので、このあたり容赦はありません。お前ら正気かよって言ったのはね、そういう意味です。ここでレーンエイムに乗るペーネロペーが参戦してきますが、レーンに関しては例外です。これについては後ほど解説をしていこうと思います。むしろレーンの存在がより連邦の腐敗を感じる要素だと個人的には思っています。そして一方ね、ハサウェイとギギなんですけれども、ハサウェイを迎えに来たエメラルダ、まあ、赤い髪のね、女性いましたよね、が逃げていく場面ですね。市街地が爆破された時にエメラルダが耳を塞いでいましたよね。これ一瞬なんですけれども、これって耳の鼓膜を守るという描写なんですけれど もうかなり慣れているってところのリアルさってところがいいですよね。一瞬なんだけれども、こういう描写ってのがやっぱ慣れているというか、やっぱマフティとの組織としての一員というところがよくわかりますよね。その後、その爆発の原因となったビーム兵器は拡散しています。これ一瞬でね、街のポールだったりとか地面を溶かしていますよね。どれだけ高出力なのかよくわかるシーンです。もちろんモビルスーツに関してはこうバサッとね、切ってしまうし、もうパイロットなんて人間なんて普通に溶けてしまうというレベルなんですよね。その後戦闘は激化していきますが、場所は公園へ移動し、メッサーとグスタフ・カールの戦闘へ移ります。この時も街中に関わらず、グスタフ・カールはね、ビームライフルを撃っていましたよね。一方、ガーマンは武装が手薄なのもありますが、バルカンで応戦をしていました。そしてハサウェイの狂気ってところが垣間見れるシーンなんですけれども、建物に避難するハサウェイとギギなんですけれども、ギギはね、ひどいよっていう風にハサウェイに言っていましたよね。そしてハサウェイは、ああそうだ、本当にひどいと言っています。まあ、自分の指示で自分の思惑通りに被害が出て、かね自分の想定通りに事態が進行しているのに、おそらく心の底からはひどいと思っているっていうところがね、このハサウェイのこのズレというところというか、ちょっとサイコパス的な部分がかなり見えるんですよね。まさにこれこそハサウェイの狂気ってところが見えてくるのが非常に怖いなと思います。まあ、そもそもなんですけれども、第1話でもあった通り、ハサウェイはあのハウンゼン乗ってましたよね。あの時はハサウェイはこれから粛清する人間の顔をわざわざね、シャトルにまで乗って直に見に行っていたりとか、気にせずご飯を完食しているところっていうのがやっぱりどこが壊れてるなっていうところがあります。今回ね、公式のホームページの方でもハサウェイの署名するサインっていうのが出てたんですけれども、本当に壊れ加減っていうのがめちゃくちゃ出てたんで、こういうところも重ねてみると、ハサウェイのこの言動だったりとか、いろんなところがね、わかるんですよね。ここでガウマンはメッサーに敗北してしまいます。ビームサーベルで火花がまるで花火のように飛ぶシーンありますよね。まあ、予告などでも使われる有名なシーンですよね。まあ、このシーンなんですけれども、やっぱ市街地でね、暗闇で戦うモビルスーツ周りにもたらされる死をイメージしたりとか、迫り来る死の恐怖に叫びまくるギギと、それを放っていけないハサウェイってところがね、すべてまとまっている部分がここだと思います。まるで花火のようにこう飛び散る美しい火花っていうのが、その一粒一粒がね、人を殺せるポテンシャルを持っているってところがね、表現されている何とも言えないシーンなんですよね。まあ、このシーンなんですけれども、ハサウェイに過去のトラウマをね、やり直せるかもしれないという瞬間を意味するシーンとして、花火のような見せるシーンというのはある程度こう祝福をしているというか、そういう部分にも捉えることができると思います。まあ、結局ね、甘い世界には生きていないよねっていうところがね、こう見せつけられるようなシーンだと思います。このシーンはね、本当もう秀逸すぎるというか、ハサウェイの狂っている姿だったりとか、すべての状況を見せている、そんな神シーンだと思います。もちろんね、捉え方も人それぞれだと思いますし、様々な見方があると思います。そしてケネスがやってきますが、ここでギギがケネスのところへ行きますよね。
もうこの時ね、多分視聴者の方みんな思われたと思いますが、ギギなんだこの女ってね、思われる方多いと思います。ただ一方でやっぱ直感的というか、ニュータイプとしての行動としては、その姿でクエスをフラッシュバックするシーンもありましたよね。ただギギはね、この後連邦の軍の食堂でキル系部隊っていう名前をね、ケネスがつけるというくだりありましたよね。あの時にもすぐにキル系というのは何なのかということを反応していることからも、この時点でハサウェイがマフティーであることを避けるための行動だったのではないかなという説もあります。まあ、要するにケネスからね、こう一緒にいるとこう疑われてしまうんじゃないかなというところをね、そう避けた上での直感的な行動だったのではないかとも言われていますよね。そして最初ね、紹介したレイン・エイムですね、ペーネロペのパイロットなんですけれども、ケネスにね、怒られていますよね。一機を仕留めるのに3機を失ったとかね、テストパイロットとしては優秀だけれども使えんと言われていましたよね。代わりにハサウェイを乗せるぞみたいなことを言っていました。ただこのレーンエイムなんですけれども、一人で市街地への被害を気にしてバルカンとね、体当たりで戦っていたりとか、メッサーの武器やスラッサーを狙い撃つということをしていました。このペーネロペーっていうのは結構ね、もっとね、ファンデル的なものもあったりとかするので、メッサーを落としたけども市街地をね、配慮した上での、よっぽどこのレーンエイムの方が連邦の中としてはまともなんですよね。そんなことはね、言っていれないという現状ではあったかもしれませんけれども、まあ、このあたりはね、ハサウェイを含め若いからこその真面目さ、正しさが目立つ部分だと思います。以上がね、市街地戦でのポイントをピックアップしていました。恐怖を感じるリアルな描写なんですけれども、細かい部分を見ていくとまたさらに楽しめると思います。ハサウェイは何を思ったのか、戦闘シーン、モビルスーツの動きなど様々なことがわかるのが面白いですし、先行のハサウェイは特にそのあたりが細かいと思います。よくわからない話だからこそ描写を理解することで深いので、ぜひともね、参考になればなと思います。今回まとめたのは、まあ本当にね、一部というかちょっと違った見方もしている部分もあるので、ぜひ皆さんのご意見等あればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。